どうしようかな、うん、またほろくっさいカバン持って何をしてんのそれ。そのこと言おうとって、うちのおじいちゃんがおばあちゃんに初めてプレゼントした大事なハンドバッグやねんから。あ、おばあちゃんいい人やったね。生きてる。おばあちゃんがすっごい大事にしてるから、うん、これをね、まあ今時な風にレトロフィットしてもらおうかなと思って考えてんの。レッドイットビー、レトロフィット。レトロフィット、レトロフィット。私が言ってるのは何それ。知らんの、そんなことも。知らんよ。旧型のものをまだまだ使えるように今時にレトロフィット変えるっていう、そういうこと。ふーん、ふーんって。マスターは古いね。もう旧型そのものやね。マスターはレトロフィットしてもらった方がいいと思う。だって全然使えへんようになってしまったら悲しいやんか。こんなナウイヤングを捕まえてよ。そんなナウイヤング、そんなん聞いたことない。どういう意味。ええ、だからあの生かしてるってことよ。僕が生かしてる。生か、あ、生けてるって言いたいこと。今はそういうの。へえ、ほんまに言葉のセンス旧型やわ、そんなんじゃ全然使ってもらえなくて捨てられちゃうよ。早くレトロフィットした方がいいと思う。ちょっとやってよ、その レトロフィット。マスター改造計画みたいになってましたけどね。でもマスターのままがいいと思いますよ。眉毛も眼鏡もぽっちゃりしたお顔も癒されますよね、うん、僕もマスターはあのままでいいと思います。いいと思いますね、うん、素敵、結構素敵、はい、結論出ましたでも人間って思っていてもなかなか変えられませんからね。おいくも先生は自分でここ変えたいっていうところあります。あのね、声質がもっと高かったらいいなって結構思います。十分高いと思いますけど、うんうん、割と低めなんですよ、はい、ですから声質の高い方を見ると羨ましいなって憧れますね。あいうえおって言ってみて。あいうえお。高いと思うけどな。あ、そう次行きましょう。みのりさんはいかがですか。私そんな言い出したら、いやいや、言い出したらキリないじゃないですか。ない。でも短所は長所と思って頑張らねばなとは思ってますよ。でもあのたまにはですね、こんなところ変えたいなとか、変えなくてもいいところはここだなとか考えてみるのもいいかもしれないですね。あ、そうそうそう、あのそれで思い出しましたけど、あの結構ですね、企業経営でも、はい、この変えたいな、変えなくていいなっていう考え方ってすごく重要なんですよね、はい、例えばですね、事業計画といいまして、過去に立てた商売の計画を今振り返って見直すんですね、はい、その結果このままでいい、あるいは他の事業に展開しなくちゃいけないっていうふうにですね、はい、思うような決断っていうのを経営者の方がされてるんです、はい、でそれがですね、経営の健全化につながったりとか、企業の存続発展につながるんですね、まあ、人も企業も現実を見直して修復しながらこう前に向かっていくっていうのが大切なのかもしれないですね。さて、ということで今回のビズラボは、工作機械再生の名医と言われている三和製機株式会社滋賀製作所をご紹介します。先ほどカフェで話題になっていたレトロフィットを専門としている会社ですよ。そしてビズログでは労働力の確保をテーマにお送りしますね。製造業界では特に人手不足が深刻な問題となっています。さまざまな対策が取られておりますので解説します。滋賀経済ナウ、どうぞ最後までお付き合いくださいね。滋賀県内のさまざまな企業にフォーカスするビズラボ、今回は工作機械のオーバーホール、そしてレトロフィットを専門とする三和製機株式会社滋賀製作所をご紹介します。国内外メーカーの老朽化した機械に新しい技術を付け加えることによって新品同様によみがえらせる、基礎技術と最新技術を組み合わせながら限りある資源を活用、高い技術を誇っております。滋賀県のものづくりの根底を支える三和製機株式会社滋賀製作所、工作機械再生の名医と呼ばれる理由、どんなところにあるのでしょうか。守山市にある三和製機株式会社滋賀製作所、工作機械再生の名医との異名を持つ工作機械のオーバーホール・レトロフィットを専門とする企業です。三和製機株式会社は1954年に名古屋で精密切削工具や工作機械、測定器などの販売会社として創業。
現在ではエネルギー、環境分野の製品販売にも力を入れ、海外にも展開するものづくりのための道具の専門商社です。1982年、滋賀県守山市に滋賀製作所が設立され、工作機械の修理・点検や新たな機能を付け加えて改造する高い技術が評価されてきました。でも皆さん、そもそも工作機械ってどんなものかお分かりになりますか？工作機械といいますのは、私たちが常日頃使っていますスマートフォンや家電製品、さらには大きいものですと自動車や建設機械、飛行機、これらのあらゆる製品におきまして、その製品を構成します金属や樹脂など、さまざまな素材から削る、磨くなど加工された部品で構成されています。これらの部品を製作する機械を一般に工作機械と言います。工業製品の元となる部品を作るということから、工作機械は機械を作る機械、マザーマシン、母なる機械とも言われています。どのような優れた高価な機械でありましても、長年使用されることでその機械の部品が劣化したり精度が低下するなど、必ず古くなれば老朽化ということが発生いたします。こうした時に新たな機械と更新されるのという方法もありますが、費用面やさまざまな面から考えますと、老朽化した機械をオーバーホール、レトロフィットで蘇らせるということもできます。オーバーホールとは、老朽化した機械を分解・点検して劣化した部品を交換・修理することで元の性能に復元させることを言います。そしてレトロフィットとは、製造当時にはなかった機能を新たに付け加えて最新の機械に改造することを指します。平たく言えばですね、皆さんお住まいの住居、ここは古くなってきました畳を入れ替える、屋根を吹き替える、リフォームですか、リフォームがオーバーホールと考えていただけば結構かなと。さらには古くなった家に新たな機能としてバリアフリーを改造するとか、オール電化に改造するとかいう新たな機能を追加する、リノベーションイコールレトロフィットというふうに考えられるのかというふうに思っております。こういった技術を37年間培ってきまして、これまでに総計で1000台以上の機械をお客様にお届けしております。技術の三和製機滋賀と全国の金属加工業各社から高い評価を得る三和製機滋賀製作所、特に高度な技術が求められる歯車加工に関連する技術には定評があり、オーバーホール・レトロフィット事業の中心になっています。その歯車加工に対する高い技術力は、ついに自社開発製品を誕生させるまでに。それがオリジナルの自社開発製品、小型ホブ版インディゴです。小型歯車を作るマシンで、コンセプトとしまして、インディゴ、藍色を機械のカラーリングに取り入れ、青は藍より入れて藍より青しのように、小型歯車を作るマシンについて弊社は後発ですが、既存の小型歯車機械メーカーに勝る機械を作っていくということを念頭に置いています。これまで歯車は自動車や建設機械など中型大型の歯車の需要が主流で、その歯車も自動車の電動化などを背景に減少していっている一方、小型のモーターや変速機の需要、またロボット製造などの増加によって小さなギアのニーズが多くなると予想されます。こうして開発された小型ホブ版インディゴは2018年販売を開始。工作機械に向き合ってきた技術者の知恵が結集した小型ギア専用マシンとして大きな反響を呼び、三和製機滋賀製作所は工作機械メーカーとしても注目を集めています。約70年にわたり、ものづくりのための道具、工具や工作機械の専門商社としてお客様と接してきました。
そうした商社ベースの会社が技術を蓄積してきたという経験からも市場の変化やニーズをいち早く掴むことができます。こうした企業風土がオリジナル製品の開発にも大いに役立つとともに、売ることにかけては商社の強みを生かして各地にある営業所の営業に任せることができます。作る高い技術力と売る強い営業力、2つの大きな力のシナジーが三和製器滋賀製作所の総合力をさらに高めています。オーバーホールやレトロフィットの分野でも、新たな製品開発の分野でも、大切なことはお客様が求めているものを的確に提供できる力です。社員一丸となって常に顧客第一主義で、人と企業、人と技術、人と人との絆を大切にする企業風土を培っています。そうですね、現在65名の従業員の方に働いてもらっております。昔からですね、年4回なんですけれども行事を行っております。で、5月にはバーベキューをしたり、7月にはビアパーティーをしたり、それから11月に社員旅行を行ったり、12月に忘年会を行うというようなことを行っております。特に5月バーベキューですねにつきましては、ご家族様にも来てもらいましてね、お父さんお母さんがどういった会社の人たちと仕事をしているのかなというのも、触れ合ってもらえることができるのかなということを思って、しております。働きがいのある職場づくりに、つながれば、社員の方のですねモチベーションももっと上げられるのではないかなというふうに考えております。やはりお客様の声を直接聞くことができると、その声を設計段階からさらに製造、また納入、お客様に工場に搬入して立ち上げまで、トータルでお客様のご要望にお答えできることが弊社の強みであるかなというふうに考えております。工作機械がある限り、絶えることのないオーバーホールやレトロフィットの需要と市場のニーズに即したオリジナルマシンの開発、三和製器滋賀製作所は2つの事業のギアをしっかりと噛み合わせながら、これからもものづくり大国日本の名医であり続けます。工作機械ですとかレトロフィットっていうものは、私たちの日常生活の中ではあまり目にしたり耳にすることは少ないんですけど、実は私たちの暮らしの中には欠かせないものだったんですね。そうなんですよ。私もね、結構気づいてないんですけども、はい、たくさんのものが使われてましてね、例えばこのスタジオなんですけども、カメラでしょ、はい、それから照明、そして私たちのマイクですよね、さまざまな部品が組み合わさってできてるんですよね。そうですよね。家電製品にしてもそうですけれども、その部品を作るための機械が工作機械で、その機械のオーバーホールですとかレトロフィット専門にする企業っていうことですから、三和製器滋賀製作所のような企業がないと部品そのものが作れなくなりますよね。そうなんですよね。そもそも日本ですとかこの滋賀もそうなんですけれども、ものづくりで発展してきた経緯がありますよね、はい、でそうするとメーカーはたくさんあります、うん、そしてそのメーカーから供給された工作機械を作ってですね、いろんな部品を作ってるんですけど、はい、その工場なんかはですね、数々の要望があるんですね、もっとこういうふうに直してほしい、その要望に応えるために専門の業者がいるわけなんです、はい、で特に最近ではですね、ダウンサイジングと言われまして、物をどんどん小さくしてほしいっていう要望の方が多いんですよね。どんどんちっちゃくなりますもんね、はいはい、でその中でですね、三和製器さん、滋賀製作所さんの方は、うん、その要望に応えるためのオリジナル製品をまあ生み出してきたと、はい、でこれができるのはですね、母体が商社っていうのが非常にまあ大きいと思います、はい、つまりフロントで現場の方がですね、市場ニーズを捕まえてくる、うん、それをですね、今度ものづくりの現場に伝えるってことで、はい、うまくいってる企業ってのは大体ここがうまくいってるんですね、ええ、じゃあ作るプラス売る1たす1が3にも4にも10にもなるってことですね。はい、そういうことですね。ただこういった企業群でも課題がありましてですね、何でしょう。それが人材不足ってことなんですね、はい、技能がいりますから、それを次世代に承継するためにはどうしたらいいか、はい、このですね、人材不足というのが課題になってきていますね。よく出てきますね、このワード、人材不足、人材育成、そのあたりのお話はこの後のビズログでじっくりと聞かせていただきます。以上、ビズラボでした。
荻窪さんに様々な経済ワードを解説いただくビズログです。今回のテーマはこちらです。労働力の確保。もう最近よく耳にしますよね、人材不足っていう言葉。はい、もう本当にですね、人材不足なんですね、はい、日本はもうもはや世界屈指の長寿国なわけなんですけども、はい、少子高齢化っていうのは皆さんも聞いたことありますよね、うん、人口がどん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 減っていくと、はい、じゃあまあ労働力も不足するわけですから、人材不足になってもおかしくないですよねって皆さん思いますよね。そうですよね。日本の人口が2008年の1億2808人をピークにどんどん減少し続けていって、2060年にはなんと1億人を下回るというような予測もありますね。はい、これ人口がまあ減っていくということは当たり前ですけども、働き手が減っていくということなんですよね、はい、同じ規模の経済を維持しようと思えば少ない人数でこう回さなくちゃいけないという時代に入ってきたわけです、はい、15歳から64歳のですね、人口のことを生産年齢人口というわけなんですね、はい、労働できる世代あるいは将来労働できる世代ということで、これは企業から見るとまさに労働力そのものなんですけども、うん、こちらも平成2年1990年頃から減少し続けているわけですね、うん、今回ビズラボでご紹介した3和製機滋賀製作所なんですけれども、はい、主力産業である製造業なわけですね、日本の中で、はい、そして製造業というのは大中小問わずですね、うん、とにかく人手不足がまあ続いています、はい、それをまあ補うために、うん、例えば AI というですね、人工知能ですとか RPA というですね、ロボットによる自動化、こちらにシフトしている企業も増え続けてはいるんですけれども、はい、それでもそういう時代についていくための優秀な人材が不可欠だっていうですね、うん、課題に直面しているわけです、ね、機械を使うのは人ですもんね、はい、だそうするとこう見えてくるのがこちらなんですけれども、はい、平成30年7月に発表されました経済産業省製造産業局によるですね、製造業における人手不足の現状及び外国人材の活用についてという資料からの抜粋になるわけなんですが、はい、実にこれ大企業も中小企業も 94% 以上の企業がですね、人手不足って顕在化してますよって言ってるんですよ、うん、でさらに 32.2% の中小企業においては、はい、その人手不足が顕在化し現在の経済活動にもうすでに影響を与えてしまっているということなんですね、はいはい、それだけ深刻な問題だと回答しているわけです、で続いて今度事業の中身なんですけれども、はい、3和製機滋賀製作所にまた例えますとですね、事業の中身特徴や売りっていうことでいうとまさに技術技能なわけなんですね、はい、製造業の場合は多かれ少なかれ自分たちの持っている技術や技能がすごいしっかりしている、だから蓄積されたですね、技能がその製造基盤を支えているっていうところが多いわけなんですね、はい、このまさにですね、労働力の価値ということなんですけども、こちらのまあ課題があると見ている企業が非常にまあ多くて、こちらですね、はい、中小企業はまさに技能人材、こちらがですね、突出して人材不足の顕在化確保にですね、非常にまあ課題があると答えているわけですね。一朝一夕にできないですものね、はい、大切な労働力の確保に向けてじゃあどんな取り組みがなされているんですか。はい、まず一つは外国人人材の活用というところですね、ええ、技能実習制度というのがですね、従来から行われてきました、はい、特に多かったのがこの製造業ですね、はい、こちらで活躍している方が 30% 以上を超えているというわけなんですけれども、もっともっと受け入れを活発化してほしい、それでですね、改正に入管法というのがされまして、はい、創設されました特定技能制度を活用して在留資格を持ったですね、新たな人材にこれから活躍してもらおうという取り組みが拡大すると思います、はいはい、それから2つ目なんですけれども、新卒採用の強化というのはどこもされてますよね、はい、ただこれからは中途、ベテラン、シニアの人材ですから、こういった方たちが世に放たれる、その方たちに即戦力としてうちの企業も頑張ってもらおうということで、はい、この方は何ができるの、あるいはどういうふうに活躍してもらいたいのということを聞き入れながらですね、新しい人材を生かす取り組みをしていただきたいなと思いますね。なるほど。ってなってくると、高齢者を継続するにあたっての雇用体制もしっかり手厚くしてほしいですよね、はい、で労働力という意味では就職氷河期世代と呼ばれる、まあ、いわゆるロストジェネレーションの世代にもスポットを当てていけばもっともっと良くなるんじゃないかななんて思うんですけど、どうですか。はい、これおっしゃる通りで、就職氷河期世代というのはですね、こちらにもある通りバブルがまあ崩壊しました
ました。就職難になりました。その中で就職活動をされた方たちの世代を指すんですけれども、35歳からまあ44歳ぐらいまでのことを指しますよね。でこの方たちっていうのは採用を引き締めていた時期なんですね。ですから前の世代や後の世代であればですね、おそらく就職活動できていたであろう、その方たちが漏れてしまった、一回つまずいてしまったことによって非正規になる、それがですねずっと続いてしまって今も非正規、あるいはニート引きこもりっていう状態に陥った方たちもたくさんいます、うん、じゃあ対策はあるんですか。はい、これですね、政府の対策は正直言うと遅かったと思います、うん、はい、遅かったんですけれども、今年の6月になってようやくですね骨太の方針というのが出されました。その中で就職氷河期世代のですね約100万人の方を集中支援します。そのうち30万人については3年間で正規雇用化をもう目指しますということを言うようになりましたね、うん、ただ私採用担当やってたこともあったんで分かるんですけれども、はい、履歴書なんかを見ますとですね過去の経歴を見ちゃうんですね、はい、そうすると非正規って割とね短いスパンで転職するんですよ、そうすると1、2年で次々と変わっていく方を見るとなんか長続きしてないような印象になっちゃうんですね、うん、それから正規雇用の経験が1回もないとやっぱり次も非正規かなっていうふうに思いがちなんですけども、絶対にですねこう思ってほしくないんです、はい、社会がやっぱり生んでしまったってこともありますから、うん、望んでいるですねようにその方たちが頑張る力も十分ありますから、はい、どう今のパーソナルの部分を見てですねこの方に何ができるかってことを考えた就職活動をできるようにアシストしてほしいなっていうのが私の願いです、うん、女性ですとか高齢者の就労とともにこうしたいわゆるアラフォー世代が生き生きと働ける社会、この世代だけでなくも幅広く再チャレンジが何回もできる社会であるっていうことが日本の経済そして産業を支える労働力の確保につながる、そういった社会が一日も早く来るといいなと思いますね。以上ビズログでした。今回は工作機械再生の名医と言われている三和製機株式会社滋賀製作所をご紹介しました。いかがでしたか。そうですね、まあ、工作機械メーカーをサポートする企業ですから、どちらかというとこう身近じゃない印象があったんですけども、はい、こうやって見るとですね部品を作ってる、で部品を作ってる機械を作ってる、はい、そしてそれを支えるですねレトロフィットなどをしている会社、すごく身近に感じますよね、うん、そうですよね。しかもその工作機械を復元したり改造したりするまさに機械のお医者さんで、しかも名医が我が滋賀県内で頑張っている、なんか誇らしい感じがしますよね。まさにですね基礎技術もいれば最新技術もいるわけなんですよね、うん、はい、でこれね融合するのはどちらかというと相反する概念になりますから難しそうなんですけども、これってやっぱり人間の知恵だなと思うわけなんですよ、うん、じゃあ人間の知恵といえば、やはり労働力の確保ということで、今日ビズログでですねいろんな政策をまあお伝えしたわけなんですけども、はい、これらをまあ総動員しながら滋賀県のですね産業発展につながることをまあ期待しますね。そうですね、人はもう企業にとってかけがえのない財産、宝物ですよね。私たちも番組をご覧の皆さんにいろんなことをお伝えして少しでも役立てていただける、まあいわゆる滋賀経済の情報の宝と言われる、そういう、ね、存在になれれば嬉しいなと思いますね。頑張っていきましょうね。はい、頑張りますよ、はい、滋賀経済の次回もどうぞお楽しみに。のぞみちゃん、その古臭いカバンなんとかなるん。また古臭いっていう。もうこのカフェ来えへんからな。僕はね、せけどね、もうええこと考えました。このカフェ自体をね、レフトフライにする。レトロフィット。レトロなものを今時にフィットさせるで、レトロフィットや。建物で言うとリノベーションとか言うてはったんや、ね、だからこれはね、もう建て替えてね、建て替えるっていうか、こう変えてね、うん、はもうすごくかっこいい店にしようと思って、ね、お店変える前にマスター自体を変えた方がいいんじゃない。またそんなこと言って。というか、もうレトロフィットの前にマスターはオーバーホールの方がいいかもしれない。どういうこと。だってもうすごい古びてるし、あらゆるところも壊れてるし、それをまずは修理した方がいいと思う。どうすんの。どうすんのって、のぞみちゃんの独断診断いっちゃ う, うちょっと待って、服脱ぎましょうか。いや、脱がなくていい、脱がなくて、それでわかるから。あれ、あマスター、意外に健康そうやね。そうですよ、うん、痛いところとかないの。胸が、ここどないしたん。胸がね、はあ、
心臓が悪いとかじゃないんです、胸が痛いんです。心臓病じゃなくて、じゃなくてここでね、のぞみちゃんがあのアイドルを夢見てコーヒー飲んでるでしょ、このままおばあちゃんになってくんねんなと思ったら、なんかうわ頭痛いな。マスター、レトロフィットかオーバーホールどころかめちゃくちゃに壊してるんちゃうか。